はい、どうも、水田です。お願いします。毎日は頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンナです。お願いします。お邪魔します。お邪魔します。ということで、はい、本日、うん、流行っているものをやりたいと思います。イエーイ。タピオカミルクティー鍋。タピオカミルクティー鍋、どっち。これわかんない。これはどっち。まずそう。まずそうだよね、っていう聞いた感じではそう思うんだけど、うん、でも豆乳鍋ってある。あ、タピオカってキャッサバだから、元キャッサバ芋だから。確かに、ね、だから練り物系って、まあ、おでんとかあるし、なしではないんじゃないか。春雨とかもあるし、だからどっちかわからないです。ああ、なんかその俺の感覚で言うと、はい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 、俺はまずそう。ちょっと一概に流行を車に構えた捉え方するとまずそう。まずそう、絶対やらない。で、流行に乗っとる人がすると、何それ楽しそう。とりあえず作り方調べてきたんで、うん、結構ツイッターのトレンドとかになってたんですよね、はい、やっていきたいと思うんですけど、じゃあ初めてちょっとキッチンでやってみますか。はい、買ってまいりました。はい、まあ、まず、肉、牛乳、まあ一応午後の紅茶を買いました。はい、で、砂糖と白菜、大根、いちご食べたかったの。えのき、いちご買いました。いや、これ大丈夫って思わない？体に異常をきたすのが。食ってみて。いただきます。幸せじゃない？やばやば、このいちご。単純に超うまい部分しかない。でかい。タピオカじゃねえだろ。なんな。ティーバッグ、生姜、塩、しめやるのであれば、サヌキウノ。サヌキウノ。はい、じゃあまず野菜切ってください。はい、包丁をこう持つときは、あの、こうね、こうすることなんて、猫手でこうやります。猫手でこうやって爪を内側に入れることで、爪の先を切ることのリスクを減らせる。スープを作ります。鍋に水を加えて火にかけ、沸騰したらティーバッグとスライスした生姜を入れて煮出す、うん、やべえ、スライスした生姜か。これをこう、こう、夢出てくるわ。こうやってって、おぐる。あー、すごい、裏入ってる。彼らが、こう味をこう出していくわけ。ティーを出してくるんですね。だから俺らの、今日の鍋の味はこの3つにかかってる。いや、渋。お、紅茶は合わなくはないはず。はい、100ml 入れます。 100ml ぴったり入れて。あ、お前まだ 100ml ぴったりじゃんでしょ、うん、これで今豆乳鍋になると思うよ。まあ普通にミルク、あったかいミルク。みりん大さじ2。大さじ2ね。続いて、砂糖大さじ1、はい、塩ひとつまみで、あの人あつうそまずじゃあ野菜いくってこと。野菜いこう。煮込みます。オーペン。はい、お願いします。あ、全然まだでした。まだですね。やばいよ。あータピオカミルクティーがこぼれない家に引っ越したよね。めっちゃくせえ。あっつっ。うざ。うざ。もうやだ。お、すげえ。いや、お前リアクション取んなよ。肉も入れるってこと。肉入れますか。よいしょ。これもまあまあまあ見た目は美味しそうだけど。うーわ。鍋感はある、うん、鍋感ありますよ。いきますか。野菜たくさん、こんな感じですね。いや、バズるっていうのはある程度さ、覚悟がなきゃやっちゃいけないことだよね、うん、それでは実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。代わりにやるのがね、俺の仕事ですから。仕事です。お肉、パピオ、こういう感じでね、もうくるみ込まれてます。非常にくるみ込まれてます。くるみ込まれるって何？包み込まれるのは分かんない。僕肉だけいってみた。じゃあそれ肉のせいでいっていっていいですか。あ、落ちたじゃん。肉だけでいいんですか肉だけいきましたね、今。で、味付けがどうかってことですよ。うまい。うまいんかい。
肉がすごいって言ってたね。あー、うまいわ。なんかやだわ。なんかね、紅茶なんで臭みみたいなのが全部取れてる。うん、あ、でも味が薄いから、まあ、肉がすごいっていう説はあるのか。すごい、これこいつ吸いまくってもう色がミルクティーになってる。うん、でけえっていうこと。いただきます。どうですか。いや、うめえのかわかんねえわ。まあ、そんなに味が濃くないから、まあ、美味しいけど。タピオカ食べてみます。うん、タピオカ食べてみます。あり。美味しい。食べづらい。まあ、食べづらくはね。どっちこれ。どっちだろうね。味ちょっと薄いから。俺この後仕事ないよ。ああ、そっか。俺酒飲めない。気疑われるよ俺。なんで？なんで？いや、常にお酒飲んでる人たちがこういう待遇起きないから。なんなんどうするじゃん。ごまだれとか合うと思うんだよ。ごまだれやりたい。ごまだれというか、これちょっとごまドレッシングなんですけど、うん、なんかちょっとね、味が薄い気がするんだよね。薄いけど、薄いおかげで成り立ってるよね、これ多分。まあ、濃すぎて甘くなったりしたらそれぞれ違うもん。いや、でも想像してるより全然美味しい。食える。なんかそのうわないわーっていうのない。全然うまい。ないわーって言うと思ったもんね。うん、まあ、だからその鍋としてどういうポテンシャルがあるのか。そうね、こっからみたいなのがある。うん、鍋ね、こう締めどうするのか。どうやって今まで生きてきたのお前は。ギリギリだったのか。全部全部ギリギリで暮らしてきたんだお前は。いや、最近つくづく思いました。だってな、家なくなってるわけだからね、お前は。一人だけなんで差が出たよね。なんで急に。俺はサラリーマンになれたみたいな。一緒言うなよお前は。なんでなんだよ。これうどんがいけてたら鍋としても認定ですよ。ただまあ醤油とか入れましたけどね。タピオカ入れないで。いや、いらんよ本当に。それダメだって。いや、それは分かってる。いただきまーす。熱いぞ絶対これ。爆熱いぞ。おいしい。めちゃくちゃうめえ。めちゃくちゃただの鍋じゃん。うん、うん、あ、熱出した時のお母さんが作ってくれた味。いや、ただの鍋じゃない。うん、まあ注目集めたい人はやってもいいと思うけど、本当に美味しそうだなと思ってやる人はちょっとね、別に普通の普通に鍋の方が美味しいですよっていう。サークルとかでやってみようぜってなった場合も、うん、結局普通の鍋じゃねってなるから。まあ酒ありき。あと熱い。熱いよ。タピオカ関係ねえよ。タピオカ関係ねえよ。結果が分かんない状態だったらまだやる必要あると思うけど、うん、この動画見ちゃった時点でもうやんない方がいいな。おいしくいただきました。ということで、以上今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日。ありがとうございました。